でこの口コミっていうのがねすごく重要なポイントで、新規のお客様は特にですねこの口コミの評価をしっかり見ますので、それぐらいの数だと例えば50名で単価が2万円だとすると100万円になるわけですよね。施術だけではなかなかお一人の単価がですね2万円ってなかなか超えにくいと。はい、皆さんこんにちは、エステ王子です。今回は一人サロンで100万円を売るエステティシャンということについてお伝えしていきたいと思います。この動画ではですね、サロン経営のノウハウ、カウンセリングやリピーターの作り方、物販の仕方などですねご紹介させていただいております。またですね、エステ王子の日本一のテクニックの動画もご紹介しておりますので、ぜひですねエステティシャン、セラピスト、それからですねこれからエステサロンを開業したいっていうふうにね思われている方に見ていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで、一人サロンで100万円を売るっていうのが一人サロンさんからしてみたら一つのね夢なんではないかなとか目標ではないかなっていうふうに思われます。年間でいうと大体1000万円とか1200万円の売り上げが立つというようなサロンをですね一人でやっていくわけですから、非常にね、目標とされている方も多いんじゃないかなというふうに思われます。ただですね、いろんなね研修だとか勉強会なんかもねさせてもらってますけれども、実はこの100万円に届かないっていうねエステティシャンの方も非常に多いです。例えばですね、月の売り上げが20万円とか30万円とか目指せ50万円っていうような方もね非常に多くいらっしゃるんですけれども、100万円をね達成できるできないっていうね大きな違いってどんなものがあるのかっていうのをね今回ねご紹介していきたいというふうに思っております。ちなみになんですけれども、売れているねエステティシャンの方、それから売れてないって言ったら失礼ですけど売り上げが上がっていないエステティシャンの方でもですね、いろいろねこうお話をさせていただくんですけれども、非常にねいい人が多いですね。でも売上で考えていくと20万円のサロンと100万円のサロンがあるっていうことなんですけれども、なぜこんなに違いがあるのかっていうことなんですが、これはですねもうね経営のやり方みたいな部分があると思うんですけれども、で一つはですね売れてる方どんなことをねしっかりやってるかっていうと、まずは集客なんですね。で集客をしっかり考えられているということなんですね。特にですね100万円の売り上げを上げている方っていうのはですね、ホットペッパービューティーなんかそうなんですけれども、しっかりとした広告文を考えているということですね。例えばどんな広告文を考えているかっていうと、季節ワードを使っている、時流、それから悩み、こういったものをしっかり使いながらですねクーポンメニューをねしっかり出されているということなんですね。でさらに言うとですね、口コミ、それからブログ、こういったものもねしっかりと書かれているんですね。特に口コミをね一生懸命サロンに来店されるお客様に書いていただいております。でこの口コミっていうのがねすごく重要なポイントで、新規のお客様は特にですねこの口コミの評価をしっかり見ますので、この口コミの評価の点数をとにかく上げていくということ、それから口コミの数、そして皆さんがターゲットとする年代のお客様の口コミ、こういったものがねすごく重要になってきていて、その本当にね100万円をしっかり売り上げを作られているエステサロンさん、サロンオーナーさんはこういった口コミをね地道にですねしっかりとやられているということなんですね。でそれからですね、メニューの金額、例えば体験メニューの金額もそうなんですけれども、サロンにねご来店していただいて新規の方に対する最後のご提案ですね、例えば5回チケットとか10回チケットね、はたまた30回チケットいろいろあるんですけれども、こういったチケットの金額、こういったものをですねお客様自身がしっかりと選びやすい状態を作っているということなんですね。よくね言われる松竹梅と、こういったふうにしっかりとねお客様が選びやすいように並べたりだとか、2つから1つを選択してもらえるようなこう提案の仕方をねしっかりされたりとかしています。まずは松竹梅ね、これが基本ですので、この真ん中ですね、ここを選びやすいような金額、お得感、こういったものを見せていくということが大事になります。なので基本的にはこの3つの中からしっかり選んでいただくようなメニューの作り方、金額の構成ですね、とにかくお客様が真ん中を選びやすいようにすると。なぜこれね真ん中を選ぶかっていうと、やはりねこう人間の心理として一番安いものを買いたいっていうふうにはあんま思わなかったりだとか、
高いのも買いたいっていうふうに思わなかったりするわけですね。そうするとやっぱりついつい真ん中を選びやすいということになります。なので真ん中を選んでいただくために金額も少しお得感をしっかり出してあげて、真ん中のプランにしっかりと特典をつけてあげるとか、真ん中以上のプランですねに特典をつけていくようなことをしていくと、実はですねお客様っていうのはその真ん中がまあ一番選びやすくなってきたりしますので、そういったプラン、そういった金額の設定の仕方、こういったものをねしっかりと作っていただきたいなというふうに思います。それからですね、やはりですね100万円を売るエステティシャンの方は物販をしっかり強化されてます。まあ、私が知ってるね100万円を売る方の場合は施術単価が1万円から1万5千円ぐらいなんですね。でも物販、これがですね1万円から2万円の間でですねお客様の半数以上の方には販売されています。でそうすると単価がですねやはり2万円前後になってくるわけですね。でお客のね来店数っていうのはだいたい月間で50名前後、まあ、50人から60人だったりねすると思いますけれども、それくらいの数だと例えば50名で単価が2万円だとすると100万円になるわけですよね。なので50名のお客様で単価が2万円っていうのが一つの、まあ、目標になるんじゃないかなというふうに思います。でそのためには施術だけではなかなかお一人の単価がですね2万円というのはなかなか超えにくいというふうに思いますので、物販ですね、お客様の悩みに合わせたもの、季節的に合っているもの、こういったものをねしっかりとお客様にご提案をして、物販をしっかりとねご購入していただく、まあ、サプリメント、それから化粧品なんかがねやはりこうリピートしていただく商品としては最高なんじゃないかなというふうに思います。そうすると施術単価と物販単価合わせると大体2万円前後になるというふうになった計算でサロン経営をしっかりされているということなんですね。なのでぜひですね物販を強化していただくことが一つね一人サロンオーナーさんが100万円を達成するためには必要なところじゃないかなというふうに思いますので、ぜひ取り組んでいただきたいなというふうに思います。はい、ということで今回は一人サロンで100万円を売るエステティシャンということについてお伝えをしてきました。実際ね本当にね100万円を売るエステティシャンの方もたくさんいますし、月間20万円30万円しか売れないっていう方もたくさんいらっしゃいます。でもどちらも僕がねいろいろね見させていただく中ではいい人なんですね。ただいい人だからといって売り上げ上がるとか上がらないとかでまたちょっと別問題、それはですねやっぱサロン経営に対しての取り組みの仕方、集客の仕方、それから物の販売の仕方なんかがねだいぶ違ってます。その辺をねしっかりと学んでいただいて、ぜひねサロン経営に取り組んでいただきたいなというふうに思います。はい、ということで今回の動画ね少しためになったなというふうに思われましたら、ぜひ高評価よろしくお願いいたします。それから今回の動画に対する感想、それから質問などありましたら、ぜひコメント欄にお願いします。そしてこれからねもっとね皆さんに有益な情報をねご提供していきたいなというふうに思いますので、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。ということでまたお会いしましょう。